はい、生田市の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、これね、来られる方にもものすごい言われることなんですけど、まあ今ってね、わからんこととかすぐ調べたら、まあ Google で検索してもそうですし、まあ結局この YouTube も Google ですけど、すぐ出てくるじゃないですか、答えであろうということが。ただやっぱり僕しかりそうですけど、いろんな人がいろんなこと言ってるので、何を信じたらいいかわからない、何が本当で何が嘘かわからないって言われる方結構多いので、そういった方にね、本当に一つだけ実践していただきたいことがあるので、これがおそらく間違いないかなっていうことがありますので、興味ある方はね、ぜひ最後まで見ていってもらいたいんですけど、早速結論なんですが、そのね、何を信じたらいいか分からないっていう方が、たった一つだけやっていただきたいことっていうのが、何も信じないっていうことです。はい。いやでも僕本当にもうそれやと思うんですよ。だから例えば、ね、この健康なんかもそうですし、まあ、健康の情報が多分一番多いんですかね、やっぱりいろいろあるのが。だから腰痛、肩が痛い、腰が痛いとかもそうです。原因はこれだ、これだ、これだってね、みんな言いますし。あとでも一番多いのがやっぱダイエットとかですかね。例えば、1日3食食べた方がいいっていう人もいますし、朝は抜いて、夜と昼が16時間ダイエットですか？がいいって人もいますし、僕今やってるんですけど、別に僕はダイエットするわけじゃなくて、いろいろあって食べるのがめんどくさくなったので、1日1食にした方がいいっていう方もいれば、3食じゃなくて3食を5食にした方がいいっていう人もいますし、何も食べないなんか完全食っていうんですか？栄養だけ取るみたいな人もいてますけど、まああれなんかも結局結論から言うと、人それぞれなんですよね。はい。人それぞれ、その生活のリズムもあれば、体の体質も違う。だから3食食べないと、なんか活動できない人もいれば、2食の人もいますし、僕みたいに1食で生活できる人間もいてます。なので、3食の方が1食にしたら多分ストレスかかると思うので、それはしない方がいいと思いますし、僕逆に、います1食なんですけど、理由簡単で、朝食べる時間がめんどくさいのと、昼食べたら眠なるから食べなくなったんですよ。で、なったら夜だけになるので、必然的に夜しか食べてないんですけど、今のところおかげさまに何か病気になったりとか体調が悪いとかはずっとない状態ではあるので、まあそれは僕にとっては問題ないのかなと思うんですけど、これ見てるあなたもじゃあ必ず1日1食にしてくださいってわけでもないですし、何か3食食べてる方に勧められて、あ、3食食べようかなって僕は1ミリも思わないので、僕にとってはこれが合ってる、あなたにとっては合ってないっていうのがあるので、まあ結論なんかへえそうなんやぐらいで、別にそんな信じ込まなくていいんじゃないんですか。うん。てか、いつも僕言ってるんですけど、エンタメですからね、SNS なんて。もう言うたもん勝ちなんですよ。はい。だからこれね、僕らの業界の話で言うと、本来、僕らみたいな、お医者様じゃない人間っていうのは、治るとか治療とかっていう単語を法律上使えないんですね。だから、ホームページで、治ったとか、何治療とかっていうのは使った時点で、Google から消されるんですよ、僕らは。AI によってね。僕らは医者じゃないので。なんですけど、SNS 上だとみんな言うじゃないですか。治すならこれやってください。僕の治療は治療は治療は治療技術はみたいな言うじゃないですか。あれ何かって言ったら規制がないからなんですね。はい。なので、やっぱりその、なんでしょう。Google とか実際の現実世界では規制があるから言えない。でも、SNS だと規制がないから何言ってもいいっていう中でやってるっていうのも知っておいてもらいたいですし、やっぱり、例えばですけど、僕もいい例なんですが、例えば、整骨院の不正請求というのは、やっぱり慢性痛っていうのは取り扱えないので、本来はやったらダメなんです。でも、やっぱり皆さんが使いたいっていう気持ちもわかると思うんですが、ちょっと使うのを控えた方がいいと思います。っていう動画よりも、お前ら詐欺やってるって分かってんのか、ボケみたいな。クソがよ、みんなの税金で集めた金で、お前クソみたいなリラクゼーション受けて、お前は甘い蜜吸いやがって、ボケが地獄落ちろ、クソがって言った方が伸びるじゃないですか。当たり前なんですけど。っていうのもあったりするので、やっぱり多少なりとね、みんな過激なこと、まあ、僕が言うのもおかしな話なんですけど、味付けしたりとか、持ったりとか、数字とかもね、やっぱりしがちなので、例えば僕もやりますけど、9割の人が知らないとか、そんなデータなんか取ってないわけですよね。はい、もう言いますけど。っていうのもあったりするので、まあそれをエンタメとして、ああ、そういうこともあるんだ、やったらいいんですけど、それを僕が言ってることもそうです。全部が全部鵜呑みにして、この人が言ってるから正しいとかっていうのだけは、やめといた方がいいかなと思うので、もうそういうのは思い込んでしまう人は、別に見るなというより、見るのはいいと思うんですけど、何も信じなかったらいいんじゃないですか。もうそれで僕は解決すると思いますよ。
うん。で、あと強いて言うなら、自分がやってみて、ダイエットもそうですし、健康とかもそうです。自分がやって効果があるものは、その理論が、あ、こうなんかなっていうのを知ってもらうだけで、全部が全部試すことはできないですし、試せないことはもう聞かなくていいんじゃないですかって、僕は思ってますし、僕は実際そうしてるので、まあ僕は何かをね、調べてみるってことはあんまないですけど、なんかこういう、僕らとかであれば何かな、まあまあそんな見ないですけど、なんか、それこそ、税理士さんの動画とかもね、税金関係でやっぱり大事なんで見るんですけど、一人の税理士さんは、この高級バッグ、ヴィトンのカバンは経費で落ちると。これはなぜかというと、商談に行った時に、このカバンを持ってたから、何々さんと契約しましたって言われたことがあるから、やっぱり見栄えよく、見た目を良くするために持ってるんです。だからこれは経費で落ちるんですっていう人もいれば、そんなわけないやろと。そもそもそれがプライベートで使ってないかどうかなんて証拠もないし、確認取れへんからそれは無理や。っていう方もいれば、で逆にこっちの方はスーツはダメやって言うんですけど、こっちの人はスーツはいける。仕事スーツ着てますよね、みたいな。いうこともあるので、なんか結局は、何が何かなんか分からなくて、もうその時にならんと分からないんですよ、税務調査なんていうのもね。入られた時に、もうその人がどう判断してくれるかしかないので、知らない人は分からないかもしれないですけど、っていうのもあったりするので、なんかまあまあ、多分が、へーぐらいで、見た方がほんまにいいと思いますよ。健康にしろそういうね、法律とか、法律はちょっとあれですけど、税務とかはね、特に。っていうのもあるので、もう何か分からない人は何も信じない。もうこれが得策やと思います。はい。っていうのを、ね、何信じたいか分からないんです。何を見たらいいか分からないですという方はね、ぜひこの方法を試してみてください。はい。ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。